やっぱりここにいたか。お、八神氏ですか。まさか一緒にゲームしに来たのですか。八神氏ですか、じゃねえよ。ありませんね。周りの様子。ちょっとお前の手を貸してほしい。全然聞こえてねえじゃんか。つくも。つくも。つくも誠。ほう。名字も珍しいが名前も珍しい。ネットを通じてあらゆる情報を集める。いや、なんかこのジャッジアイズは。つまり。情報や八神探偵の心の中の言葉がたまにあるんだよね。珍しいよね。これ今度は猫探しですか、それとも失踪人探しですかな。人を探してる。クラブアムールの店長で名前は新垣。この近辺で遊んでいる可能性があるが、さすがにカムロ町中を一軒一軒探すのは骨が折れる。いけませんね。足を使った人探しなど時代遅れですぞ。どれ、あなたのスマホを貸していただけますかな。なんかつくもさんのサングラス、メガネからすごいなんかあの科学技術の最高峰いってる気がするんだけど。おやおやおや、八神氏。なんかスカウターとかアプリ入れてるではないですか。スカウターっぽいけどね。言った。ああ。例のつぶやきか。ああ、ツイッターみたいなアプリ。ところがこの僕の手にかかれば、こいつも人探しツールに早変わりなのです。本当か。どうやるんだ。システムに侵入しますので少々お待ちを。なんか改造版言った。八神氏、この画面を見てください。大丈夫これ。試しに何か検索ワードを入れてみましょう。まずは名前からですか。ツイッターを買収したイーロンマスクに怒られないかな。次は検索期間を狭めて。大丈夫か、こんな違法アプリ使っちゃって。とりあえず今日と。ほら、うわ、まだまだ件数あるけど。誰かがユッターでつぶやいた場所が地図上で確認できるのです。うんうん、なるほどな。そのためには管理者権限でシステムに侵入する必要があるのですがね。へー。しかし128件ですか。もうちょっと絞り込まないといけませんな。荒垣とかもっと件数あるでしょ多分。では知っていることを何でも入れてみましょうか。八神氏、先ほど店の名前を言っていましたね。カムロ町のクラブアムール。では荒垣クラブアムールで検索してみましょう。そんな有名人じゃないから。ほら見てくだされ、一つに絞れましたぞ。これが荒垣のつぶやきなの。荒垣のつぶやきではなさそうだよね。いいえ、彼に関する目撃談です。ですが大きな手がかりになるはずです。クラブアムールの荒垣さん、これは今日もパチで負けたみたいやって。10分前のつぶやきですから、この人はまだ近くにいる可能性があります。つまり酒も女も25年もの向かい、荒垣氏がどっちに行ったか聞いてみればいい。アイコン名とかアカウント名か。それじゃあ今すぐ行ってくる。八神氏、あなたのマップアプリにもつぶやき地点をマークしておきました。有効活用してくだされ。ああ、助かった。たまには外に出ろよ。出るわけないじゃないですか。おお、おい、俺が綺麗に清掃したのに復活してるよ。おい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 、もう一回やれってか俺に。結構時間かかんだよこれ。ほんと、もうぶち壊しよこの辺。まあまあもう2回はいいか、さすがに手引いてやるか。壊しまくってるからね。いや、なんかあんな言った、いわゆるツイッターのちょっとなんだろう、違法アプリみたいな、イーロンマスクにすごく怒られそうだけど大丈夫かな。もう今まさにイーロンマスクが改革してるけど、この辺だったよね。よーし、いやー、ニューセレナ時間食っちゃったよ。さすがに今作では出てこないか。そうだよね、ここ入れちゃうともう混同しちゃうもんね。で一応来てみたけど、ここでいんのかな。この裏とかか、もしかして。この人かな、アイコン出てる。ちょっといい。あれ、八神さんじゃない、どうしたの。顔見知りか。クラブアムールの店長を探してるんだけど、今どこにいるか知らないか。ああ、彼ならさっき見たけど、
すごい機嫌悪そうだったの。まあでも10分前だからな。ちょっと遠いとこ行ってる気がするね。それでどっちの方に行った？太平通りの方。きっと寿司でも食べに行ったんじゃない？は？寿司？パチンコ負けたんだろ？なんでそんな。ああでもこれよく言うよね。わかってないな。負けた時だからこそ気晴らしに寿司なんだよ。で余計金使っちゃうんだよね。5万10万負けた時はもう1万くらい減ってもどうってことないだろ。逆に勝った時はお金使うのがもったいなくてせこくなったりするもんなのさ。はあそういうもんか。まあとにかく太平通りの寿司屋だな。助かったよ。ありがとな。太平通りの寿司屋ってあれか。あー寿司三昧だ。結構寿司三昧って俺あんまてか行ったことないけど結構いい値段するんじゃないの。意外となんかスキル取ろうかな。ちょっとバトルしててなんかもっさい気もするので、コンボスピードアップもいいね。結構大事だけど、いや結構いろいろあってさ、初めてだからあんまりわかんないんだよね。あ、この辺、そっか。EX アクションをやるためには取らないといけないんだな。あ、もう結構出てるんだね。どんどん取っていった方がいいな。キャンセルスウェイ。あ、チャージ攻撃とか結構強いんじゃない？これ600と1000。発動とこれ何が違うんだろう。あ、これ取ってみるか。両方いけるぞ。まあ、これちょっとコンボとかも必要だけど、あ、でも1000限定か。あー、ちょっともっと汎用的に取ればよかったな。まあ、でもちょっと取っちゃったし、これも一緒にやろうかな。まあ、1対1で使いやすそうだね。あれ、やっぱちょっと貯めないとな、SP ポイントね。さあ、ここだね。いるかな？あ、いた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 。寿司三昧の宣伝されてるわ。うん、なんだよ、あんた。八神探偵事務所。12月3日の夜にあった事件のことで。ああ、あれ俺よく知らないんだ。悪いけど。あんたが知らないってことはないだろう。本当にわからないんだって。そう、でも羽村の頭にね。証拠見せようか。あんたが事件の関係者だって証拠。羽村に頭に見せ、あ、こういうのもあるんだ。これ、まあ、これかな。店長が絡んでるとなると。ただね、そう、羽村の菓子屋から店出されてるから午後10時から12時頃のことは分かんないと思うんだけど、まあでもこれかな。多分突きつける。すげえ、逆転裁判みたい。お、事件当日あんたは松金組の連中と一緒にアムールを出てる。この時店にいたのが羽村の頭と被害者の久米だ。あんたも立派な関係者だよ。なんだよ、参ったな。別に俺は怪しいもんじゃない。羽村を弁護するために動いてるだけでさ、少し時間をもらえればそれ。店長に情報を聞いても。そうか。どこまで。まあいいや、分かったよ。集まるかな。なんかそんなに集まりそうにないけど、どうなんだろう。へえ、あんたよく店長を見つけたな。この点嫌いだわ俺。おかげさまで。態度悪いもん。これ店は修復されたのかな。この店で何があった。喧嘩すらなかったのかもしれないね。だから羽村の頭がね、例の久米って関西ヤクザを連れ込んできたんだよ。ほんといきなりな。驚いたよ。その時他の客は。あの 3,4 人くらい。でもヤクザが怒鳴りながら入ってきたんでみんな帰ってったよ。いやー、ケツ持ちしてるからって。その時俺が返した。横柄な態度してんな、うん、頭。その後は松金組の人たちが久米に焼き入れてたよ。1時間くらい。ここでか。今の俺から聞いたって言わないでくれよ。分かってるよ、大丈夫だから。で10時過ぎになって急におかしなことになってさ、うん、時間合ってるね。みんな羽村の頭に返されたんだ。店長の俺までだよ。店の中は頭と久米の2人きりになった。まあ、この証言は証拠映像通りだよな。なんで頭はみんなを店から返したんだ。なんか
久米が昔のダチに似てて、それでちょっと二人で話したくなったとか、そんな風に言ってた。焼き入れてた相手を。また妙なこと言い出したな。まあ松金組の連中もそう思ったろうけどさ、でも頭がそうしたいってんだからしょうがないよな。だから俺もその後のことは知らないんだよ。急になんか羽村の頭の態度が変わってる気がするな。だって焼き入れてボッコボコにしてたんでしょ。要は急にそんなことになるか。なんか久米がもしかしたら弱み握ってることが分かったとかからかな。店内での暴行、あ、そう、あのこれ気になってたんだよね。店内が荒らされてないから。久米がリンチされてた時、あんたは何を。何よって、そりゃひたすら黙って見てたよ。でもそのリンチで人が死んだりしたら店としてもまずいだろう。なんとか通報しようとは思わなかったの。通報しないよ、バレたらおっかねえし。それにリンチっつってもね、全然大したことなかったんだよ。ほう。みんな手加減してたから。手加減してた。手加減、せいぜい頭はたいたり小突いたりする程度。カップルかよ。たまに強めに入っちゃって鼻血とか出してたけど、ね、あ、カップル以上はしてるわ。今の証言どういうこと。そ、なんかじゃれ合い的なやつ、どういうこと。裏口の防犯カメラについて。これは壊れてるんだよな。裏口の防犯カメラ壊れてるよな。あ、ああ。いつから。先月頃。多分酔っ払いかなんかに壊されたんだけど、まあどうせもともと録画もしない飾りだったから。なんだ、そうだったのか。まあそっか、一応聞いてみるか。これあんまり意味なさそうだけど。事件の後警察が来たと思うけど。ああ、刑事が来たよ。あ、組対の黒岩って人。まあこの事件は。その刑事にはどんな話。黒岩さんだもんね。別に。今お宅に話したようなこと、その間鑑識が店の中調べてたね。被害者の血の跡がないかとか、ルミノール反応ってんだろ。実は警察来た時にはもう掃除しちゃってたんだけど、やっぱり少し血の反応が出たらしくてさ、だからここが殺しの現場じゃないかってそう言ってたよ。そんなに血が残ってたのか、あんたが掃除する前。いや別に大したことなかったけどね。なら現場とは言い切れなさそうなもんだ。そんなの俺に言われたって知らないよ。なんかこの辺怪しくないかな。この事件に関してそのサウナ御殿の防犯カメラのね情報とかないのもそうだけど、なんかやっぱりハムレの頭はムカつくけどさ、八神探偵に嫌みったらしいこと言ってくるから。ただどう考えてもちょっと警察の雑な捜査が目立つよね。だって久米をこついたりしてるだけだったらさ、で鼻血がちょっと出たぐらいよって店長言ってたから、ねえ、だってそんな殺人事件なんか起こったらもうそんな結婚というか血だまりがぐらいじゃん、レベルとしては。でやっとこさ見つかったぐらいで、そんなね、現場とは言えないよね。どうもありがとう、助かった。ちょっとなんかもういいんだね。ほころびが見えてきたよ。ケースファイル、事件の関係者が更新されましたと。店長、まあまあまあ、そうだね、証拠通りの証言をしたって感じだな。いやでもちょっと有益な情報が手に入ったね。結構警察のなんか情報がもう、ここでもちょっとごめん、なんか一人称やたらやっちゃうんだけど。あ、ちょっと裏口見とくか。すいませんね、あの嫌味なバイトをちょっと片付けといてくださいよ、これね。はい、よろしくお願いします。まあ裏口来ても、お、電話に出る。近いなー。もしもし。スマホ初めての方。アムールって店を出たとか。スポンド。スマホ初めてじゃん。アムール、松金組がケツ持ちしてる店だよな。しかもこれ、ちょっと待って、八神探偵も事件の晩、その店に羽村と被害者が2人いた。ちゃんとビデオ通話してるんだな。それより何かあった。近いな。そっちが済んだんなら事務所に戻ってくれ。ほう。なんで。まあ急ぐ話じゃねえ。二
クリアわかる。じゃあな。うわー、なんかまたややこしい事件に巻き込まれていくのか、これ別事件とか。結構複合的に進んでいく可能性もあるからね、こういうリーガルサスペンスアクションゲームとか、そういうのだと。まあ特に裏口は何もないかな。いやー、ちょっとカイトさん明らかにスマホ初心者だな。多分あれ1台目だよね。だってこっから出れるんだったよな。こっちだ。ちょっとごめんなさいね。矢上探偵はさ、だってあの画面すら開いてなかったからね。カイトさん1台目だからちょっと調子乗って、うん、距離感間違いつつもやっぱ使っちゃうのかな、ビデオ2は。さて、じゃあ一旦事務所戻ろっかな。なんかいろいろあるなぁ。休憩所とか、休憩所ってなんだろう。まあまあまあ、一旦戻りますか。なんかちょっと夕方っぽくなってるね。なんか珍しいな、夕方っていうのも。昼か夜っていうのが、だいたい相場なんだけど。ジャッジアイズは意外とその夕方とかもあんのかな。ねえ、ちょっと来ないで。今忙しいから。なんかまた変な事件巻き込まれてるっぽいので、急いで帰ってきましたよ。第一ビルディングの、矢上探偵事務所。めっちゃ吠えてる。失礼します。ああ、もう夜になっちゃったかな、これ。うん、座んじゃねえよ。まあいいけど。え？なんか綺麗な女性。あれ？なんでお前が？女性だよね。お前とか言っちゃダメだろ、タボ。ごきげんよう。めちゃくちゃ綺麗。これヒロインかな。東京地検ケンジ。藤井真冬さんかな。言っとくけど、真冬ちゃん、お前とより戻しに来たわけじゃないぞ。元カノ。より戻すって、何この。付き合うまで行ってませんから私たち。付き合うまで行ってないんだ。え、そうなの。失礼しました、ケンジ殿。なんかこう からかわれる関係なんだ。いい感じだったんだね、多分。仕事の話で来たの、当然だけど。仕事？松金組若頭、羽村恭平の例の事件、検察の方で起訴にしたから。起訴したんだ。矢上君も絡んでるんでしょ。早耳だな。源田法律事務所の情報は私に筒抜けなの。沙織さんから聞いたのか。相変わらず仲いいな。ああ、そうなんだ。当たり前でしょ、幼馴染み。あ、そう、幼馴染みなんだ。同期か。さ、で、同じ世界に入ってきたんだね。羽村の件だけど、もう起訴なの。逮捕したばっかりなのに。担当検事は前から羽村に目をつけてたみたい。逮捕するまでずっと泳がせてたんだって。その担当検事っていうのは泉田検事。泉田検事。なんかそんな気がしたんだ。なんか因縁あんのかな。泉田ってターボーが無罪取った時の検事か。あー、なるほど。3年ぶりの対決ね。いや、俺が法廷に立つわけじゃないから、そういうのは新谷がやる。やっぱり弁護士に戻る気はないの？こないだ源田先生にも言われたよ、その話。まあ周りの人は言うよね、そうやって。そっか。ああ、どこか寂しそうだね。検察からもなんかうちに仕事ないかな。真冬だったら安くするよ。前から思ってたんだけど。ん？矢上くん、探偵なんて全然似合ってないからね。まあ思いを寄せてる人だからこそこうやってちょっと言っちゃうんだろうな。電話で済む話だったな。なのにわざわざ会いに来たわけだ。どう思う？てかもはや外もう暗いな。言わなくてもいいもんね。ちょっと送ってくる。ふーん。いや、ちょっと面白くなってきたな。カイトさんまだ座ってんのかな。あ、まだいる。うわー、ヒロイン出てきたよ。すごい綺麗だったね。でも付き合ってはない関係ですから、そんな冷やかさないでくださいよ皆さん。でもその泉田健二っていうのは、でもその前にちょっと羽村の頭ん、ああ、そういうことか。起訴されたってことはさ、ねえ、日本の
ユーザル数 99.9% でおなじみなので、これまただから無罪判決取りに行くってことだよな。新谷弁護士に無罪判決あげちゃうのか。真冬。おっ、なんだお前は。なんかちょっと検事生、検事生八神くん何してんの。いや、お前を送ってやろうと思って。え、そうだったんだ。嬉しいぞ。そうか。君が八神弁護士。嬉しそうだな。東京地検検事生ってめちゃくちゃ偉い人ですからね。一度俺こちら、お会いしたことあるけど、お会いしたっていうか、なんか講義みたいな受けたことあるけど。ご存知、泉田検事。泉田検事、久しぶりだな、八神先生。法廷に立つ君を見られなくなって残念に思っていた。東京地検検事泉田健吾。でもこの人から3年前に無罪判決取ったんだよね。今回は君が羽村の弁護を。いや、弁護人は新谷先生だ。俺は証拠集めの手伝い。俺が送る必要はなかったな。じゃあまた。君は今探偵やってるんだってな。一度は無罪を勝ち取った弁護士なのにもったいないな。お前は無罪を取られた検事だよね。あの時はあんたが相手だから勝てただけだよ。ほざいてろ、野良犬。挑発試合だな。お前のデタラメな弁護で誤信が生まれたんだ。そのせいで一人の女の子が殺されたんだぞ。ん？どこがデタラメだった？検事だったら具体的に言ってみろ。何もかもだ。もういいだろう、泉田。やめましょう、泉田さん。送りに来てくれてありがとう。失礼する。なかなか渋いな、今のおっさん。あの貫禄、若い女は参っちまうぞ。だったらなんだよ。いや、なんでもねえ。で、仕事の話だけどよ、次はどうする？検察は頭の起訴を決めたってことだった。これまた無罪判決。新谷と打ち合わせよ。通りに行かねえとな。加藤さんも一緒にいてくれ。わかった。なら俺は先に行ってる。ん？なんで？お前はまあ、その、少し頭冷やしてからゆっくり来いや。まあ、海藤さんなりの余計な心配だっつ。配慮かな。やっぱりなんかこうやって見るとさ、え？つくまからメッセージだ。八神氏、悪いのですがちょっとお使いを頼まれてくれませんか。すんごい可愛いアイコン使っている。すごい可愛いな、つくも。どういう意味なんだろう。なんかアニメかなんかのやつか。さっきの件の依頼料代わりということで。わかった、どんなよ。ラブスタのレアもののフィギュアです。恵比寿屋で売りに出されたという書き込みがあったのです。僕としたことが発売日に買い逃してしまって、この機会で入手しておきたいのですよ、八神氏。なるほどね、了解。ああ、まあちょっと依頼料としてここはやってあげるんだな。恵比寿屋っていうと質屋か。このすぐ近くだ。うん、めちゃめちゃ近くだね。つくもにはいつも手伝ってもらってるし、これなんて読んだ？デブ賞？デブ賞？まあその、なかなか出ないってことだよね。あいつの代わりに買いに行くか。フレンドイベント、あ、なんかちょっとそういうのも始まってきたのか。でもこれ今メインストーリーだよな。まあだからこれに従ってやっていこうか。なんかやっぱりその大久保新平の事件についてはやっぱり挑発されると自分の判断が正しかったっていうことをやっぱ信じたいんだろうね、八神探偵は。まあだってあの時点では間違ってなかったから無罪勝ち取ったわけだからね。裁判官もそう判断したわけだから。よいしょ。いらっしゃいませ。買いに来た。あ、これ高いね、ラブストのフィギュア。でもこんなぐらいすんのかな。
なんかやたら将棋のやつが置いてるんだけど、なんかいいな、8800円。あ、これってあれかな、事務所に置けるやつなのかな。うわー、結構いろいろあるよ。なんかこういうの買いたくなっちゃうな。とりあえずフィギュア買って、購入する。1万4000ぐらい残るけど、なんか1個買えないかな。ありがとうございました。これがつくもから依頼のあったやつか。質屋の、出品情報まで知ってるなんてすげえな。よし、それじゃああいつに届けよう。なんかちょっと1個買っていいかな。これ置けるやつかな。隣のおばはんめちゃくちゃうるさいけど、将棋もいいけど、ちょっとこの辺高いな。なんか安いやつないかい。だるま4200円。この辺は素材だよね多分。だよな、なんか安いやつで、でも安いやつと、でもこれが3000円だから、まあこの辺もちょっと集めたいけど、どうしよう。高っ。だるまぐらいしか買えないから、今部屋に飾った存在感がありそう。これ買ってみようか。結構高いよ今の。この稼ぐ方法がない時点において、ちょっとごめんなさい、戻っていいかな探偵事務所。さあこれを、このなんか上かあれだよね、こっちに置けたりすんのかな。こことか置けないのかな。机の上とかかな。これで、あ、スピーカーの上もこっからアクセスするんだ。はい、あ、なるほど。はいはいはい、ここも変えられるのか。だるまここに置こっかな。どうやってやんだ。アイテム、あ、置ける。いい。角度も変えられるよ。結構これいいんじゃない、ここ。それでもちょっと待ってね、上の方がいいかい。でも上だるま置いたら地震とか起きたらさ、でも意外といいかも。あの辺ちょっと小物置きたいよね、それこそ盆栽とか。移動はできないのかな。いけるいける。すげえ滑らかに、めっちゃいけんじゃん。端かな。でそうだな、この辺にしとこっか。ちょっともうちょっと俺、なんかまっすぐ向かなくなっちゃった。あれれれれれ。こんな、これだ。置く。うわ、いいね。地震起きたら一発で終わるけどね。めちゃくちゃいいじゃん、だるま。これやばいな。地震起きた依頼主の上に、依頼主こっちかな。神座だからこっちか。めちゃくちゃ頭の上に降ってきそうだけど。こういう遊びもあるんだな。ちょっとまた気が向いてお金が余裕にあったら集めていこうかな。で、フィギュアをつくもに預けると、届けに行くんだね。いやー、なんか泉田健二もさ、さっきいろいろ言われたけどさ、そっか、大久保新平がね、殺人および放火をしたおかげで泉田健二はその無罪判決取られたっていう、健二としてはもう大失点、大失点っていうの、なんかその傷がついたんだよね、健二人生に。それがチャラになったから、また上から目線でいろいろ矢上探偵は言われるんだな。あ、これでまた羽村の頭の事件で無罪判決取ったら二度目の無罪判決食らっちゃうよ、泉田健二。大丈夫かな、二度の無罪判決ってもう立ち直れないよ多分。もうやめちゃうよ健二。さあ、つくもにフィギュアを預けてあげよう。ほら、ご依頼の品これだろ。これがフレンドリーイベントってやつだっけ。フレンドイベントか。なんかおしゃれしたら顔かっこよさそうなんだけどね、つくもし。ひぃ、これです、これ。ありがとうございます。いくらでしたか。高かったよ。いいよいいよ、お前のいつも世話になってるから。ああそうなんだ、いいのですか、太っ腹ですね。でもさ、近いんだから引きこもってないで自分で行けばよかったんじゃない。いえ、そうはいかないのです。もうすぐ新型スマホのネット予約が解禁するのですから、こうしてここで待機する必要があるのですよ。ここなら安定した通信速度が出ますからね。たく、相変わらずだな。いや、なんかこういう人って自分の家で高速回線とか引いてそうだけど、ここなんだな、つくも氏にとって最高の環境が。まあそんなんでも随分変わったよなお前。なんか明るくなったっていうか。
それもヤガムシのおかげですよ。誰とも関わろうとせず家に引きこもっていた僕に手を差し伸べてくれたのですから。ああ、そういえばそんなこともあったっけまあ家から出たと思ったら今度はネットカフェに引きこもっちまったかな。いこれなら高い家賃も必要ありませんし、あ、もうここで暮らしてるのか、つくもし。ネット環境だって文句なしですからね。それに情報屋としての仕事にもありつけましたから。ああ、お前の能力にはいつも助かってるよ。まあこれからもよろしく頼むよ。ああ、じゃあメインストーリーでもまだまだつくもしは活躍していくっていう立ち位置なんだろうね、これ。こちらこそ。おお、あ、そっか、別にあれで満タンっていうわけではなくてワンレベル上がったんだな。フレンドになった後、彼の元を訪れるとアイテムをもらえることがあります。アイテムがもらえないときはしばらく時間を置いて再びフレンドに会いに行くと良いでしょう。へえ、あ、フレンド、うわー、めちゃくちゃ。そっか、カムロ町住人と仲良くなれるのかな。住人と親交を深めてフレンドになろう。街の中には左の図のようなアイコンがついた住人がおり、彼らと絆を深めるとフレンドになることがあります。フレンドが増えると街の評判が上がり、仕事の依頼が増えます。あー、なるほど。じゃあサブイベントというか、そのサブケース、サイドケースかとも関係してくるってことは、これちょっとやらないとね、フレンドとの関係も。絆ゲージについて、フレンドになるためには各住人との絆ゲージを最大まで上昇させる必要があります。あー、じゃあやっぱつくもしとじゃもうフレンドになったんだね。絆ゲージはその住人の悩みや問題を解決してあげることで上昇していきます。なるほど。まあ何回も交流して、もう一回行けたりすんのか。ああ、まあやっぱり時間を行かないとダメなんだね。じゃあまた来たらここでアイテムもらえたりするんだ。なるほど。じゃあまあちょっといろんな人、まあでもそれもショーが進んでいくごと、うーん、逆走してる堂々と逆走してる。いや、俺子供の頃これやってお母さんにめちゃくちゃ怒られたことあるわ。これ結構楽しいんだよな。やったことある人分かると思うんだけど、こんな堂々としたことないけどね。数段ぐらい、3段ぐらいしか行ったことないけど、結構面白いんだよな。さあ、で、なんかめちゃくちゃ出てるわ。これ全部そう、もしかして。これどうしよう。これ動画内でやったらちょっと、ちょっとだよね。うわ、すんごい、俺の中のザ・タッチが出てしまった。双子兄弟のザ・タッチ、ちょっとちょっと、これ動画内でやったらもう進まないよな。でもなんかきっと面白い人もいるんだろうね。うわ、迷うな、こういうところ迷うんだよな。まあでもとりあえずそうだね、まあハウラの頭が起訴されたってこともあるから、弁護士、新谷弁護士との打ち合わせ行こうかな。ここだね。いや、降りるときね、エレベーター使わないで済むけど。あ、進んだ。